今回は平安京について動画を作ってきたぜ。え、平安京？なんで動画初投稿でそんな地味な字だよ。平安京だって大事なものですから。お。おう？じゃあ平安京やっていこうか。じゃあまず平安時代ってどの時代かわかるか。すごく前の時代。まあ確かに間違いではないな。平安時代は今から1200年以上前の時代だからな。1200年そんなに前の時代なのね。そうだぜ。平安時代は平安京という場所に都、今でいう首都を移動させて始まったんだぜ。移動？じゃあその前にも都はあったの？もちろんだぜ。平城京、長岡京などあるぜ。平城京は聞いたことあるけど長岡京は聞いたことないわね。というかどうして都を移動させたの？よく聞いてくれた霊夢。実はさっき言った平城京では仏教の力が強かったんだぜ。どうして仏教が出てくるの？平城京ができるもっと前から奈良の大仏を作ったり、鎮護国家思想という仏教を信じて国を守る考え方が根強かったんだぜ。ほーん。だけど仏教の力が強くなりすぎてな、政治にまで口出しするようになったんだぜ。宗教が政治をコントロールするかもしれないと。もしかしたらな、だから当時の天皇である桓武天皇は、都を平城京から長岡京に遷都したんだぜ。出た。長岡京、そんな都あったのね。まあ印象に残らないのも仕方ないんだぜ。10年後には平安京だからな。ってことは784年に都になったのね。その通りだぜ。かぶせてくるなよ、今喋ってただろ。なぜたったの10年か。それは都作り責任者の藤原実次が暗殺されたからなんだぜ。暗殺？そして犯人は大友氏、佐伯氏らとされた。なんだ犯人もわかってて無事解決じゃないの。ところがそうはならなかったんだぜ。なんと桓武天皇の弟である佐原親王まで疑いにかけられ。天皇の弟まで疑われたのね。でも弟だし助かったんでしょ。佐原親王は無実を証明するため絶食をしていたんだけど、亡くなってしまうんだぜ。そんな。でも本当に暗殺に関わっていたの？それはわかっていないんだぜ。そしてその後桓武天皇の周りでの不幸や疫病が流行した。当時それらは佐原親王の呪いと言われた。霊夢ならそんな都に住んでいたいか。そんなわけないやろ。ってことで794年平安京に遷都したんだぜ。泣くよウグイス平安京で覚えていたけど、その背景は、ウグイスも震えるような呪いがあったのね。そうだぜ。これで少しは印象に残るだろ。ちょっと話がそれるが平城京と平安京どっちが何年にできたかわからなくならないか。え、ああ。まあ確かに710年ってどっちだっけってなるかも。そんな時は平城京。平安京の城と案で覚えるんだぜ。先に城、平城京、ができて、安心できる、平安京、ってな。ちょっとわかりにくいわね。参考にならんやろ。まあ私なりの覚え方だからな。今回はこれにて終了だぜ。随分短くない？初投稿だしな。慣れていけば頑張るぜ。